パネリストにですね、藤原隆さんと田中さん、お越しいただいております。それぞれ、コメントいただこうと思うんですけど、実は Google フォームの方にですね、たくさんのコメントと質問をいただいておりますので、ちょっと先にそちらを、紹介させて、いただこうかなと思います。はい。ちょっとそちらの方を先に、紹介させていただきますが、まず一つ目ですね、持続可能性に配慮した調達では時にトレードオフが生じます。例えば地元産の、施設栽培と家庭産の露地栽培の場合のようなケースです。そうした場合、グリーン購入ではどのように捉え対応されているのでしょうかということです。ごめんなさい、深津さん。一個一個いきますか、ちょっとさらっと、すいません。この方40分に行かなきゃいけないって言ってるから、もう見てないかもしれないですけど。はい。はい、一律でどっちが、っていうのはなかなか決めきれなくて、まあそこはケースバイケースだと思います。で、目的は環境負荷を減らした、買うことを通じて減らしたいっていうことなので、どういう場合に、地元のものを買った方がより、負荷が減るのかっていうことを少し、まあ、場合分けしながらやっていくといいんじゃないかなっていうふうに私は思います。はい、ありがとうございます。ですみません、2つ目が私への質問なので回答させていただきます。深津様の講演受け、グリーン購入の現状を考えると規制を強化すべきと思いますが、グリーン購入ネットワークのような NPO の存在を学者の方はどのように見ていますか。まあ、非常に、環境問題などではですね、NPO ですとか、あるいは市民社会、まあ、グリーン購入ネットワークさんの場合は多分任意団体ということかと思うんですが、まあ、NPO ですが任意団体の皆様と共同したり実践の場で、まあ、議論を深めていくということは非常に重要であるということですし、何より NPO 学会とか、そういった、まあ、学会を通しても、まあ、いろいろ議論されていたり、今であれば、超学祭という形でですね、研究者の方も、まあ、何か、こう、途中で参加していただくお客さんではなくてですね、問題発見とか、何が問題なのかというところから、まあ、そういった市民の方とか NPO の方と共同するということも大事であるという認識は、フューチャーアセスとかいろんな場面で普及してきているように思います。続きましてですね、もう一つ、グリーン購入法は底上げ中心の取り組みだと思っていましたが、独自に高い環境基準を設けている地方公共団体もあるということに感激しました。このようなグリーン購入法の基準を超えた調達を応援表彰する仕組みはあるのでしょうか。必要最低限といえるグリーン購入法の基準を満たしのみの基準を満たしているか、100点から0点のみで評価されるだけでは不十分だと思います。100点を超えているとも言える取り組みを評価する仕組みが欲しいです。私答えていいですか。どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。はい、評価する仕組みがあるかないかでいうとあります。私たちが毎年グリーン購入大賞っていう、アワードをやっていて、そこで、自治体の方に応募いただければ表彰させていただけます。であとは先ほどのランキングで満点取ったところは特別賞ということで毎年表彰はさせていただいています。ただ、何ですかね、その、まあ、多くの自治体さんがっていうと語弊があるかもしれませんが、その、まあ、グリーン購入法に沿ってやってれば、まあ、義務でもないし、まあ、無難なところかなっていうところで、なかなかその独自品目に踏み込まれたり、さらに基準を上げていったりっていうことがあまり考えられてないなっていうところなので、まあ、そこをこう表彰などを通じてもっとスポットライトを当てたり、引っ張っていくっていうのが私たちの役目かなというふうにも思っています。はい、はい、ありがとうございます。実はちょっと まだ質問コメントがですね、5件ぐらいあるんですけども、森林の分野とかも関わってくるちょっと質問が入ってまいりますので、ちょっと一旦ここで、フロアからの質問を区切らさせていただいて、藤原様と田中様からコメントと質問いただいた後にですね、
再度ちょっと一般の方からの質問というのはすべて取り上げますので、そこはお約束しますので、ちょっと一旦パネリストの方に戻させていただきたいと思いますが、お二方、ビデオの方をオンにしていただいて、ミュートを解除していただけますでしょうか。はい、ミュート解除しました。はい、それビデオはビデオはそちらでお願いします。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました。すいません、失礼しました。はい、それでは先に藤原様の方からですね、コメント と、質問の方をお願いいたします。はい、聞こえますか。はい、大丈夫です。先ほど紹介しました藤原と言います。まあ、ちょっと個人的にですね、グリーン購入法とは本当にこの20年じゃなくて15年ぐらいですね、いろんな形で付き合わせていただいたんで、非常に思い入れがですね、ある分野なんでですね、高坂さんにこうやって招待していただいて本当にありがたいと思ってます。藤原さん、ちょっと申し訳ないけど、画面からちょっとだけ離れてもらいます。はい、お顔がね、そうだ、それぐらいで、はい、すいません。はい、すいません。すいません。あまり顔を見て、あれしなくてもいいかもしれない。ですね、まあ、消費っていう話から、まあ、始まっているわけですけど、まあ、我々が消費するっていうのは、まあ、環境のためじゃなくて、やっぱり便利だから消費するっていうことですね。まあ、ずっとやってて、それでその、まあ、マーケットっていうのは、まあ、本当にすごいことをやっているもんだなっていう、まあ、私もちょっと行政にいたもんでですね、マーケットの関係と行政の関係なんていろいろ考えることあるんですけども、やっぱりこう世界中の便利なものをですね、コンビニ行ったら世界中のものから作られた便利で安いものが手に入るというようなですね、まあ、社会に我々生きてて、まあ、車をみんなが買ってどこでも行けるとか、それから、まあ、インターネットでですね、世界中の情報が手に入れられるとか、まあ、こういうのっていうのは本当にマーケットがっていうものが仕掛けがあったからできたものだと。で、ただやっぱりどうしてもマーケットができないのは、まあ、環境の問題だとか格差の問題だとかっていうことで、実は、まあ、その環境問題っていうのは、私も霞が関にいた時に急にその森林がその地球環境の問題になってきて、まあその温暖化問題だと気候変動枠組み条約っていうのは1992年の地球サミットでできて、まあその時にですね、実はその熱帯林がどん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 減ってるから大変だということで、国際森林条約を作ろうっていう話になったんですね。で、まあ条約って一体何かっていうと、まあ国と国との約束でこういう問題解決してこうねっていう話なんですけど、結局森林条約っていうのはですね、途上国が反対してできなかったんですね。それでじゃあどうしようかって言ってるうちにですね、やっぱり NGO の人たちだとかがですね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、 FSC だとか PFC だとかですね、立派に経営されている森林からの産物をサプライチェーンをつないで消費者が買うと、まあ、そういう仕組みをですね、まあ、1990年 の、 中頃にですね、作り始めて、まさに国がダメだからそのグリーン購入だと、まあ、こういうことでですね、まあ、そういう仕組みが進んでいったと。で、まあ、我々も行政の立場だからどうしようかどうしようかみたいな話、まあ、一部あったわけですけども、まあ、それがグリーン購入法っていうのが2000年にできて、2007年にですね、環境産品のリストの中に合法性が証明されたものっていうのが、まあ、入って
来たんですね。でちょうどそれ入った時に私はあの全国木材組合連合会っていうところにでちょっと働いてまして、まあ、例えばその名古屋大学の学長室に木製の書棚を買うという時になったんですね。2007年の4月からですね、調達関係の人はなんか合法性が証明された書棚を買わなきゃいけないっていうことにあのなってきたんですね。でそれどういうふうにあのしたかっていうと、林野庁のガイドラインっていうのがあって、その業界団体があるプロセスで、この事業者はあの適切なことができますよっていうふうに認定したですね、あの事業者が分別管理をして、合法性のある木材を家具屋さんに売ると。であの家具工場はそれに基づいて作ったものをまあ、名古屋大学に売ると、まあ、こんなような仕組みをですね、まあ、急遽作ったっていう中で、まあ、ちょっと木材業界団体にいたもんでですね、そういうその木材の会社があの分別管理みたいな話をうまくやって消費者に届けるっていうですね、まあ、そういう作業過程にですねあのいたもんで、まあ、いろいろそのビジネスの人たちとこの環境関係の市民の人たちと、まあ、国の関係をですねぐる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 回って、結局やっぱりそういうものがですね非常に重要な役割を果たしたということで、まあ、あのいろんなのが重なったと思いますけども、グリーン購入法をですね、まあ、木材業界全体がですね、まあ、いろんな形で、コミュニケーションしながら一つのシステムができたと、まあ、今のシステムでいいのかってものすごく重要な議論があるんですけども、まあ、そういうこと、まあ、そこまでいくとまたちょっとあるんでですね、あの、まあ、そんなことで非常に大切なシステムなんですね。あの今後ともですねこれが発展どんどん発展させてされるようにというふうにあの期待しております。それで質問ですが、その環境に優しい物品をどんどん普及していくっていう風な社会をどうやって作っていくのかっていうことで、なんですけども、実はあの FSC の製品っていうののマーケットのシェアがどのくらいあるかって、まあ日本ではですね、まあ、紙製品なんかある程度言ってますが、全体が言ったらまあ1割に達してないかどうかっていうようなことじゃないかと思います。ただですね、そのイギリスの人たちに聞くとね、8割があの FSC の認証製品だって、まあ、私は調査したわけじゃないですけどね、複数の人がそういうふうに言うんですよね。で、一体なんでイギリスと日本はその違いがあるのかということをですね、を聞くとですね、その、まあ、消費者のマインドが違うんだっていうことなのか、まあそれはもちろん違うんでしょうけど、やっぱり一番の違いはですね、あの 大きな小売店のですね、あのサプライチェーンだ、サプライチェーンというか小売店のチェーンのパワーだっていうわけですよね。まあそういうことで、その企業の社会的責任とかなんとかっていうのにサポートされながら、あのそういう運動をしてるっていう人たちがあの企業の中にもいろんな形で出てきてるっていうことでですね、あのグリーン購入ネットワークさんもどうやってあの広げていくのかっていうことが非常に重要な課題だと思うんですけども、やっぱり企業のそういう部分をですね巻き込んでどうやっていくのかっていうことが非常に重要なところだと思うし、まあいろいろですねあの取り組みはされてると思うんですけども、あのぜひですねあのどういうふうにやって、あの企業との関係性をどういうふうにこれからしていくのかということについてですね、あのもうちょっと教えていただきたいなというのが1点です。それからあと2つあるんですけど、もう1つはですね、まあ、地産地消の話っていうのをですね、まあ、今日はあの最後の方ずいぶん自治体があの主役になって、あの地産地消っていうことであの非常に面白い取り組みがいろいろ出ていると。で私もあの
さっきもちょっと出ましたけど、ウッドマイルズフォーラムっていう団体をですね、まあ、いろいろやってまして、建築関係者とあの環境問題をですね、あれし確かにですね、輸送過程の環境負荷っていうのが、あの木材の場合、結構大きな環境負荷の要素になってるんで、あの地産地消と環境問題っていうのが非常にあの分かりやすくですね、なってるっていうことが あると思うんです。ただちょっと私でいろいろそういうことであのやってる時にですね、例えば東京都はあの東京都の木をですね、買うっていうのに補助金出したりっていうふうにあのしてますけども、あの本当にこう環境的なことをどんどん進めていくとしたらですね、やっぱり市町村だとか都道府県というよりもうちょっとですね、あの近くの県なりがですね、こう連携しながらネットワークを広げていって、この流域で、この管あの木材を管理してこう ねみたいなふうなことがですね、まあ、ちょっと必要なんじゃないかと、まあ、東京だったら東京の木じゃなくて、関東の利根川流域の木だとかですね、まあ、そんなようなことができないのかなと思って、ちょっといくつかちょっとアプローチしてみたことあるんですけど、なかなかそれが難しいっていうんで、まあ、ぜひですね、まあ、そんなようなこともですね、あの考えていただきたいと。で、まあ、あとはですね、あの最後はあの、まあ、あの木材関係の人たちの課題でもあるんですけども、あのグリーンっていうのは環境だけじゃなくて社会的なあの様々なですね、あの、まあ、児童労働だとか労働安全だとかですね、まあ、そういうことをフォローした、まあ、去年のオリパラのですね、あの調達方針っていうのは、まあ、一歩進んでるっていうようなところもあるんで、まあ、それをですね、あのグリーン購入法の中でもどういうふうに、あの入れていくのかっていうことは、あの結構大きな木材関係側の課題でもあるし、ぜひですね、そういうことを、まあ、グリーン購入ネットワーク側からもですね、まあ、いろんな形でアプローチしていただきたいなというふうに思います。まあ、ちょっと質問、最後は質問じゃなかったかもしれない。以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの質問が、まあ、大きく2つ、3つあの出ましたので、深津様の方からちょっとお答えいただきたいと思います。はい、ご質問ありがとうございます。コメントもいただきましてありがとうございます。今お答えしちゃっていいですかね。お願いします。はい、了解です。まず最初に、ご質問いただきました、まあ、先ほどイギリスが FSC シェアが8割ぐらいっていう話があって、まあ、どういうふうにしていくべきかっていうことなんですけど、私が思うに、日本の場合、そのやっぱ市民のボランタリーな取り組みでこう8割9割みたいなのってちょっと現実的じゃないなというふうに思っていて、まあ、そのやっぱり企業を責めるって言ったらあのあれですけど、企業をつつくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。で、企業評価とかあの ESG 投資って今あのいろんなところで聞きますから、まあ、そういった側面からアプローチしていくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。で、企業の調達っていうことでいくと、その、まあ、あのその企業さんの、本業の製品、まあ、ビジネスでの原材料調達っていうところに、注目が集まっていて、ESG 投資とか ESG 評価っていうところでも、まあ、調達にこう着目する中でも原材料調達っていうふうに、をどうしてるかっていうところがやっぱり関心が集まっているなというふうに、感じています。で、ただその、ESG 投資って原材料調達にあの関心はあると思うんですが、ただ FSC とか PFC とかその認証を受けた最終製品も、まあ、企業さんが調達してくれないとあの結局マーケットは回っていかないので、ESG 投資評価って原材料調達だけじゃなくて、まあ、最終製品の調達、企業が最終製品を何をどうちゃんと買ってるのかっていうところも私は評価すべきじゃないかなというふうに思っています。
あとその市民っていう、でもやっぱり市民も必要だとは思っていて、市民に仕掛けるっていうふうに考えたときには、私のスライドの一番最後の方にありましたが、小売店の役割っていうのもやっぱりとても大事で、まあ、イギリスでもそうだということですけれども、小売店はその何を仕入れるのか、これも調達ですよね、で売り場を作って消費者の方にその価値をどう伝えて消費行動を変えさせるか、だからグリーン購入させるかっていう役割が小売店にはあるので、そこがとても大事だと思います。まあ、企業っていうことを考えると、その ESG ってさっき言いましたが、ESG 一択だとなかなか手としては、もうちょっと手が欲しいなっていうふうに思うので、まあ、そういうなんだろうな、ESG、まあ、小売店とか企業がやりやすくなるような市場の環境整備っていうのも、行政には期待したいなっていうふうに思います。それが、最初の一つ目の、ご質問についての私なりの今の、考えです。それから、二つ目、地産地消の話でいいですかね。はい。はい。地産地消のところですけれども、先ほど最初のご質問の中にも少し、つながるかなと思うんですが、結局私たちがそのグリーン購入、まあ、何々購入っていうことで、実現したいのは、まあ、環境保全であったりその地域課題も含めた社会課題の解決を購入っていう手段を通して、まあ、実現したいっていうのが、まあ、最終的な目標なんだろうなというふうに感じています。でまあ、環境保全というのはもちろん大事なんですが、その地域の持続可能性みたいなふうに考えると、まあ、環境保全だけではやっぱり十分ではなくて、まあ、そこで地域でお金が回る仕組みっていうところも大事かなというふうに思っています。で、まあ、そういう環境保全も、環境保全も達成しつつ、まあ、地域の経済も回していく、まあ、それらのためにその地産地消っていうのが有効であれば推進していくべきだと思っていて、何でもかんでも地産地消だったら、OK っていうことではないだろうなと。で、まあ、輸送っていうこと以外の観点も入れたときに、よりベターな選択肢って何かっていうのをやっぱ考えていく必要があって、まあ、そこのこう科学的にアプローチしていくっていうんですかね、そういったところにはやっぱり、そういう知見を持った学識者の方や専門家の方の活躍の場っていうのはあると思うし、まあ、そこが役割でもあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろんな変数がこう増えてくれば増えてくるほど、じゃあ、我が地域の場合、何が最適解なのかっていうのを、導き出すのってすごく大変難しいと思うんですけれども、まあ、そこを、理解関係者の方がこう話し合いながらっていうんですかね、でみんなでその着地点を作っていくっていうのが誰かが決めたのをこう無理やり飲み込むんじゃなくて、みんなで着地点を作っていくっていうのが大事なのではないかなというふうに、感じています。最後にまあ、グリーン購入法が、まあ、より、他の、視点も入れていくみたいなところについては、私たちも、いろんな形で環境省さんにはグリーン購入法をもっとこう強化っていうんですかね、充実していってほしいということで仕組みに対しての、要望であったり、いろんな個別の品目についての、品目の追加とか基準の強化とか基準の追加ですね、みたいな話は要望を出させていただいたり提案をさせていただいたり、しています。まあ
何でしょう、あのグリーン購入法以外に、福祉問題をアプローチしようっていうのでハート購入法っていう法律が2013年に施行されていたり、国の入札ではその女性役員の比率とか、まあ、あの男女雇用機会があの図られている企業には、加点評価しますよみたいな入札の案件もあったりするので、まあ、あの環境配慮を中心にこうしつつあのそれ以外の社会面についてもこう盛り込んでいくことができれば、まあ、グリーン購入法が例えばサステナブル購入法みたいに、なることを理論上はできるのかなというふうに思ったり、しています。まあ、あの課題はいろいろあるとは承知していますけれども、はい、そんなふうに、思っていますというところでまずはいいでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっとすいません、こちらも質問が入ってきててバタバタしててあの申し訳なかったんですけども、あの、1点ですね、あの、質問があって、これは藤原さんと、まあ、深津さん両方に、まあ、お答えいただければいいのかなと思うんですが、地方創生と結びつけてグリーン購入を拡大していくという戦略は理解できます。しかし両者がウィンウィンではなく対立関係にあるケースもあるのではないでしょうか。例えば木材について現在国内では種伐、皆伐が進んでおり、さらに再造林されずに放置されている林地も拡大している。このような生産、このように生産された国産材は合法かもしれませんが、持続可能に生産されたとは言えない。このような木材は建材材などであっても、グリーン購入と認められないという注意は必要なのではないか、はい、という点ですけども、いかがでしょうか。あのおっしゃる、よろしいですかね。おっしゃる通りだと思います。まあ、そういう意味でですね、その、まあ、いろいろその国は国でですね、まあ、そういうあの、まあ、どういうふうに管理したもので森林法をクリアしていくのかみたいな制度はどんどんあの考えていかなきゃいけないと思うんですけども、まあ、今おっしゃったみたいにですね、まあ、明らかにあの持続可能じゃないみたいなものをですね、あのやっぱり消費者側から問題提起していく。あ、実はですね、あのこの前の日曜日建築関係者とあの議論する機会があったんですけどね、あの建築関係者はあの、まあ、木を、まあ、使っていくその建築物を多くしていくっていうことは結構一つの方向性になってるんですけども、こんな使った木がですねちゃんと次の世代大丈夫なのかっていうような議論をし、まあ、でそういうことをちゃんと担保した、家づくりをしようねみたいなですね、あの動きにもなってきてるっていうようなことですね。非常に重要な指摘だと思いますし、はい、まあ、ありがとうございます。はい、深津さんいかがでしょうか。はい、私も藤原さんと全く同意見で、県産材だったら何でもいいっていうことではなくて、やはりそこに持続可能性っていう視点が入って種伐材であったり県産材であったりっていうものが必要だというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあすみません、お待たせして、田中さんの方からあのコメントと質問あれば、お願いします。その後あの一般の方からの質問の続きをしたいと思います。じゃあ手短にやらせていただきます。1点だけ、まあ、あの質問を先に言いますと、あの40ページでグリーン調達、調達コード、オリパラの調達コードを挙げていただいたんですけれども、これ大変ありがたいんですけど、農林水産省の私も職員ですので、これを、まあ、グリーンギャップが要件になっているということが、まあ、私、グリーン調達と、まあ、見なしていいのかということで、ちょっと局長のご意見をいただきたいなと。ちょっと説明させていただきますと、ギャップっていうのはですね、あ、聞こえてますよね。農薬の適正使用ですとか、あとは、まあ、土壌の侵食防止ですとか、あと技能実習生が来たらちゃんと人権保護しましょうとか、労働環境整備しましょう。まあ、ある意味当然なことを守っていただこうというようなものなわけです。で、オリンピックの調査基準に、まあ、ロンドンの時も、リオの時も、やっぱギャップ、を調達基準にしてはいたんですが、
まあ、あのロンドンではですね、8割の農家がギャップを持ってたんです。なんでかというと、ヨーロッパのギャップがあの環境汚染を対策として始まっていて、まあ、20世紀にはそれでギャップをやったら補助金出しましょうという流れから、21世紀になったら今度はギャップを守らないと罰則だと、やって当然だと、最低限のレベルの農業です。まあ、いわゆる、まあ、観光農業を適正にやってるっていうような基準になっています。まあ、だからこそ、まあ、8割の農家が、まあ、ロンドンなんかでは楽々クリアしてギャップを取ってたわけです。で、日本の場合はその、まあ、今 4000から5000の携帯が持っていて、まあ、国内農家の 1% もしくは 2% で、そのリスト、しかもそのギャップの基準をよく見ると、これはその適正な観光農法をやっていますというような、まあ、基準で、まあ、有機やってるわけでもないし、減農薬してるわけでもないし、というところで。まあ、一応そこが、その、今時点で何かこれが高いレベルの環境配慮製品をオリンピックに調達していますみたいな、正式にされかねないという恐れもあるんです。で、まあ、あの局長の方で、まあ、このオリパラの調達報道のギャップはグリーン調達、うん、とみなしても、まあ、いいのかどうか、なんかこう世間的な感覚ではどういう意識なんでしょうかねというのがその、まあ、質問なんですけど。はい、ありがとうございます。コメントしてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、グリーンをどう捉えるかっていうことがまず一つあるかなと思うんですが、従来のグリーン購入法とかグリーン購入っていう概念からするとギャップが入ったものはグリーン購入かと言われるとややグリーン購入からやっぱりの範疇からよりもちょっと外に出た基準じゃないかなという印象はありますね。ただ何でしょう、まあ繰り返しになっちゃうんですが、別にグリーン購入法にこだわる必要はないし、も果たしたい目的は、環境負荷を減らしたり、っていう、まあ、課題を解決していきたいっていうことなので、私は、まあ、ギャップを基準の中に入れるっていうのは一歩進めるための一つとしては、あっていいんじゃないかなと。で、オリパラの基準としてギャップが適切かどうか、もうちょっと上の基準でもいけたんじゃないの、いけるんじゃないのっていうのは、まあ、いろんな立場の方からはあるかなっていうふうに思っていて、ただまあ、あんまり引き上げすぎると該当する、その安定して調達ができるかどうかみたいな、懸念や、まあ、価格の面とか、そういったところも考えられて、組織委員会的には、まあ、この辺っていうので設定をされたのかなっていうふうに想像はしますね。だから、まあ、こうオリパラってやっぱり一過性というか一時的なイベントなので、どこで線引くかって難しいと思うんですけど、まあ、国の調達とか自治体の調達とか恒久的な調達であれば、まあ、こう段階的に基準を引き上げていって、まあ、より例えば特裁とか有機とかそっちにこう近づけていくっていうのはできるんだろうなとは思いますけどね。だからその辺の、まあ、いろんな制約もあってこの辺に落ち着いてるのかなという想像をしています。はい、まずはそんなところでいかがでしょうか。あ、すみません、ありがとうございます。はい、関連して私の方からコメントが一つと、質問が一つ来ておりますので申し上げたいんですけど、やっぱりギャップとかも例えば生物多様性の、戦略とかにその数値目標として入ってたりするんですよね。まあ、国レベルだったり県レベルだったりするんですけど、どうしても、まあ、田中さんのちょっと質問にあったようにちょっと、まあ、二段論法的にこう
かそれと例えば生態系っていうところとか説明が少しもう少しいるのかなというふうに、まあ、感じる時があります、はい。でもう一件質問が来ているのがオリパラの調達方針とグリーン購入の関係をどのように位置づけるべきと考えるか、例えばグリーン購入のゴールドスタンダードなどとして位置づけることは考えられないか、あるいは同類ではあるが直接的な関係はないとの位置づけのままかという、質問になるんですけども、ちょっと、まあ、オリパラの調達方針とグリーン購入の関係をどう位置づけるべきか、グリーン購入のゴールドスタンダードなどとして位置づけることは考えられないか、あるいは同類ではあるが直接的な関係はないとの位置づけかという質問になりますが、深木さんどうですかね。はい、ありがとうございます。まあ同類、まあ、調達っていう意味では同類なんですけど、オリパラの方が品目も、まあ個別の品目じゃない共通の調達コードも含めると、オリパラの調達コードの方が範囲は広いですし、カバーしている基準の社会面にも踏み込んで、いるので、まあ、グリーン購入法よりもより、半歩か一歩か二歩か分かりませんが進んだ調達コード調達基準、だというふうに言うことはできると思います。でオリパラの調達コードを、まあ、レガシーとして、例えば大会の競技が行われる施設を持っている、都道府県とか、選手村を運営する、自治体とかキャンプ地を運営する自治体なんかは、調達コードを、まあ、レガシーとして引き継いで、やっていってもらえると私としては嬉しいなというふうに捉えています。すみません、オリパラについて藤原さん田中さん一言ずつお願い何かあればですね、コメントがあればお願いします。短くすみませんお願いします。ロンドンと局長呼ばれて事務局長入れてるようにロンドンとリオと、まあ、同じような水準で今まあやってるので、まあ特にその目新しくなんかジャンプして基準がチャレンジしたというわけではないというのは私も同じような認識でした。はい、以上です。はい、さっきちょっと申し上げたようにやっぱこう社会的なところまで突っ込んでですね、もうオリパラの調達コードができてるんで、まあ、そこはですねグリーン購入サイドでも少し考えていかなきゃいけない次のステップなんじゃないかなっていうふうに思います。すみません、ありがとうございます。まだちょっと4問ほど質問とコメント来ておりますので、参りますが、2問2つ、地方、公共団体、関連に近いところかなと思うんですけども、グリーン購入法が、まあ、地方でなかなか進まない背景についてもう少し説明してください。また自治体の基準でその地域の製品を優先するということはよく見られることなのでしょうかと、世界で何カ国がグリーン購入法のような調達基準を、作っているのでしょうかというところが、一つとですね、もう一点はちょっと地方公共団体に限ってないんですけども、グリーン購入法の基準は今後底上げについて議論されたり変更されたりする方向なのでしょうか。野心的な調達基準を掲げている地方、公共団体もあるようですが、そうした基準が当たり前になってほしいと思います。私の通う国立大学では、事務の調達はもちろんグリーン購入法の基準に従っていますが、やはり最低限の基準をクリアしているだけであり、もう少し高い調達基準を持ってほしいと思っていますという、まあ、大学や地方公共自治体のところなんですけど、まず深津さん、すみません、なかなか取り組まない理由背景地方でですね、ちょっと言いづらいかもしれませんがお願いします。ご質問ありがとうございます。
言葉を選びながら言うと、地方自治体が取り組みが進まないのは義務化になってないからだと私は思います。義務になってないと、まあ、あの言葉ちょっと適切ではないかもしれませんが、そこそこやってれば別に怒られもしないし、悪くも言われないので、まあ、グリーン購入法の品目や基準を、見ながら、やってるというのが現状かなと。でもちろんあの町や村あの職員数が少ない自治体さんもとても多いので、いやそこまで手が回らないよ、人物金がみたいな課題は あるのは分かってるんですが、そこはあの、私の立場から言うと持っていき方で、22分野277品目全部やりなさいと言わなくても、最低限ここはきちっとやっていきましょうねっていうことは、言えると思うし、47都道府県が、グリーン購入できているので、商品がないから買えないということではないと思うので、まあ、やり方ではないかな、そこをこう後押ししていくっていうのが必要なんではないかなというふうに思います。あと、質問が何だったかな。覚えてる。底上げとか変更の議論が今後ありますかという。基準の底上げや変更は環境省毎年、見直しはしていて、少しずつリバイスというかアップデートをして基準を引き上げて、いっています。はい、すみません、ちょっとあともう一個あったのが、自治体の基準で、まあ、地元のものを優先するっていうのはよくあるのかということと、具体的に見たときに、まあ、グリーン購入のような調達基準を作っている、何カ国ぐらいが作っているのかというのは、はい、まあ、あと自由貿易との関係っていうのはまたいろいろ出てくるかとは思うんですが、はい、すみません。まず地域独自の品目基準や品目が多いかっていうと、公共工事の資材では、まあ、比較的多いかなと思います。というのは、各県がリサイクル製品を認定する制度を持って運用しているので、その県が認定した製品を土木工事、公共工事で使うときには、グリーン購入法の基準、もしくは、県の認定製品というようなオア条件で、入れている県は多いかなというふうに思います。でそれ以外の今日ご紹介したような農産品とかみたいなのは、あまり良くない、アニマルウェルフェアも見たことはないですね。まあ、滋賀県とか長野県みたいに県が特別栽培農産物みたいなのでこう認定している例はあるとは思うので、できるはずなんですけど、あ、農産品もそんなことできるんだっていう、こう何ですかね、例をまだ十分にご存じないので、広がっていかないんじゃないかなっていう気が私はします。あと海外ですけれども、正確な数字は、ちょっと今手元にないんですが、ヨーロッパや、アメリカあとではもうすでに、グリーン、まあ、グリーン購入っていうよりはグリーンプロキュアメントというよりはサステナブルプロキュアメントっていう言い方を彼らはして、いますけれども、公共調達で、サステナブル公共調達だったりグリーン公共調達であったりっていうのは、欧米ではもう標準になってきていると思います。アジアでも環境ラベルがついた商品を購入するっていうようなグリーン購入法やグリーン購入の、まあ、公共調達の仕組みは、だいぶ出来上がってきているので、まあ、グリーン購入自体は世界的には標準スタンダードになってきているというふうに思います。で、WTO の話が最後ちらっとありましたので、話しておくと、例えば日本ではエコマークとかいろんなラベルがあって、グリーン購入法の中でエコマーク商品であることみたいに書いた方がもっと分かりやすいんじゃないかっていう、意見は、昔からあるんですけれども、まあ、その WTO っていう観点からエコマークっていうふうにまでは指定が、できないっていうのが、環境省さんのお考えだと思います。まあ、海外では
ラベル取得製品みたいに言ってる例もあるようなので、うん、その辺はどうなのかなっていう感じはしますけれども、はい、そんな風に思っています。わかりました、ありがとうございます。ちょっと時間後であればまた藤原さんとかでも議論したいんですけども、ちょっとまだ質問があるので続けます。観光庁日本版持続可能な観光ガイドラインのアドバイザーをしています。観光地や宿泊施設、飲食店などにおいて、地産地消の徹底やグリーン購入についても推奨していますが、その基準や、認証については自己申告の、緑ちょうちんしか知らないです。具体的な取り組みや今後何か相乗効果を生むような計画などがあれば差し障りない範囲で教えてほしいですということで、まあ、観光業のところでの相乗効果、はい、あまり詳しくはないんですが、東京都さんが、MICE、会議とかイベントとか、展示会とか、そういったMICE関係に向けて、まあ、海外からこう誘致したいということでサステナビリティガイドラインっていうのを去年作られたっていうのはちょっとお手伝いはしまして、そんなことで、まあ、それも自己宣言なので認証ではないんですけれども取り組みを進めていこうっていうのは聞いたことがあります。ちょっとそれ以外はあまりすいません情報を持ってないです。ありがとうございます。じゃあちょっと続けて、いきます。はい、個人レベルにおいてグリーン購入を推進するための方策などがあれば教えていただきたい。個人レベルで何ができるか。グリーン購入において、国ではグリーン購入がまあ義務となっているにもかかわらず、地方自治体ではなぜ努力義務となっているのでしょうか。ということと、最後。深津様はグリーン購入法についてもっとこうあるべきだというご意見ありますか。グリーン購入法は DBN の存在があったからできたものと思いましたが、 DBN はグリーン購入法に意見は言えるのでしょうか。すみません、はい、ちょっとババッと最後すみませんが、はい、ありがとうございます。皆さんご質問ありがとうございます。個人レベルでできるっていうことでいくと、まあ今レジ袋有料化になってますけど、マイバッグを持って詰め替え商品であったり、長く使える商品であったり、ラベルがついた商品、環境ラベルがついた商品を買うっていうところが、できる、今すぐできるポイントだと思います。昔あったエコポイントみたいな、経済的なインセンティブはまだ、今のところ、全国的にグリーン購入としてはないので、まあ、そういうのがあったらもっと進むんじゃないかなというふうに思います。なぜ地方自治体がグリーン購入法で義務にならないのか、私も聞きたいんですけど、なんでならないんでしょうね。昔話聞いた中では地方自治法みたいな話もあるようなことは聞きましたが、やってやれない話ではないんじゃないのかなというふうに、思っています。環境省には意見は言うことはもちろんできます。普段から環境省とは接点を持っていますし、先ほどの質疑の動の中にあったかな、要望は、定期的にというんですかね、我々からのグリーン購入法をもっとこうしてほしいというような要望はいろんな形で伝えていますので、要望は言える関係にはあると思います。ありがとうございます。最後に私にも質問が来ていて、まあ、私の方は GPN の活動に参加されているのでしょうか。 GPN のホームページ見たところ、東京大学や SDGs の蟹江先生の名前がありましたということですが、まあ、今日のこういった会議を通した普及啓発ですとか、深津様とはちょっと様々なところで連携させていただいております。また名古屋大学も一応環境報告書の作成とかそういったところを通してですね、まあ、こういった方向に進むように努力しているところでございます。ちょっと私の不手際でですね、時間が来てしまったんですが、コメンテーターのお二人にですね、また一言ずつちょっと最後いただきまして、深津様にまたコメントいただいて、一旦区切りたいと思いますので、すいませんが、じゃあ田中さんからちょっと締めの言葉をお願いします。いやいや、ないです、特にお返しします。もうそれだと閉まらないんで、なんか一言。いや、じゃあ、ありがとうございました。
農業分野に関しては、まあ、そのまあギャップの取り組みがやっとこう日本国内で最低レベルをちゃんとしようよということで一生懸命広げておりますので、まだまだなんですけれども、今後とも頑張っていきたいと思っております。すいません、はい、ありがとうございます。藤原様よろしくお願いします。すいません、締めって形には何なんです。ちょっと気がついたのは、最後 WTO の話が出ていきましたけども、まあ、国の場合はですね、まあ、日本の製品じゃないか買わないよみたいなのはダメだよっていうふうになって、内外が無差別だっていうことなんですけども、まあ、地方自治体レベルでですね、そのうちの市町村の何かを買わなきゃいけないよっていうのについてはちょっとね、気をつけなきゃいけないかもしれないなってちょこっと思いましたんで、私が責任ある問題じゃないんですけども、関係ある方はですねちょっと考えていただきたいなっていうふうに思うのと、あともう一つですね、まあ、今後のことを考えていった場合にですね、その、将来のその教育、子どもたちにどうやってこういうのをですね引き継いでいくのかってことが非常に重要なっていうことで、例えば学校の給食、あるいは学校を建てるときに、環境に優しい木だとかって、まあ、そんなような運動が、まあ、グリーン購入だけじゃなくてちょっとそういうふうな動きになったりもしてるし、ぜひですね、グリーン購入での成果を子どもたちにどうやってですね伝えていくのかっていうことは非常に重要だと思いますので、よろしくお願いします。以上です。あ、すいません、深津さんに行く前にちょうど今藤原さんがおっしゃったところが僕もすごく印象的で、フィンランドの例えば動物園とかに行った時に、フェアトレードとか、まあ、いろんな食材が売ってるんですけど、どれも要はかなりこう調達の基準を守ってますっていうのが並んでて、なんていうんですかね、環境入るからいろんなこうものが並んでて、それ以外のものっていうのは、まあ、選択肢にないっていうような状況だったんですよね。多分だから狙ってるのはそこで、多分毎日のことではないのかもしれないけども、親子とかおじいちゃんとおばあちゃんと子供は、まあ、このマークって何とか、まあ、これは何っていうような話を始めるのかななんていうことを狙ってるのかなというふうに少し感じたところです。そういう意味でまあ、地方自治体ですとか国とかの、まあ、そういったところでの役割とかがあるのかなとか、まあ、あとは最近地方自治体なんかも SDGs のツアーなんかも金沢市なんか始めているので、まあ、今回のこういった調達の話とも絡めて、いろいろいろんな展開が自治体レベルでもあり得るのかなということをちょっと感じたし、すいません、ちょっと割り込んで、深津さん お願いします。はい、ありがとうございます。小学私の子供も今小学生なんですけども、小学校3年生4年生ぐらいで、社会科の授業で、ゴミの問題とか表示の話とか学ぶんですね。でこの前もエコマークを学校で教科書で習ったよっていう話を子供がしていて、それパパよく知ってるよっていう話をしてたんですが、学校でそういったグリーン購入のこと、まあ、先生がこう語れないとちょっとなかなか伝わりにくい部分があるかもしれませんが、スーパーに見学に行くような時もあるので、そんな機会を使いながら学校教育でグリーン購入を徐々に広げていけると、とてもグリーンコンシューマーが倍増していっていいなというふうに私は思っています。あと、まあ、今日グリーン購入っていうテーマですけれども、その私自身そのグリーンにあまり、固執しすぎる必要はないかなというふうに思っていて、まあ、もちろんグリーンが中心ではあるんだろうとは思うんですが、もう少しこう幅の広い柔軟なというんですかね、調達っていう手段を使ってより良くするんだっていうふうに捉えて、その中で設定可能な基準や品目や仕組みっていうふうにしていければ、グリーン、これはグリーン購入なのかグリーン購入じゃないのかっていうよりは、そのマーケットを通じて、社会を良くしていく買い方、課題を潰せるような品目は何なのかっていう捉え方を、していければいいんではないかなというふうに、まあ、そういう取り組みが広がっていければ、いいなというふうに思っています。以上です。
はい、ありがとうございました。今日はですね、グリーン購入、まあ、制定20周年ということで、まあ、20年ということでグリーン調達の現状と、まあ、これからどう広がっていくのかという観点から、お話を基調講演の深津様、そしてコメンテーターの藤原様、田中様に参画いただきながら、進めていくことができました。どちらかというと紙とかですね、森林の方で、まあ、学会と藤原さんの人にいろいろこう議論したし、まあ、やっぱり質問くださってる方もその方面の方々が割とアクティブにやられたんですけど、ちょっとそれも合わせながらどういう他の分野にもですね広がっていくのかということについてもちょっと、この機会にですねやれたり、まあ、アクターとしても国だけではなくて、地方自治体で、まあ、これから例えば先ほど、まあ、公共事業 の、 素材とかですね、いろんな税が入ってきて自治体がやれることも増えていく可能性もありますので、ですね、そういった時の、まあ、調達の際の一つの糸口になるんじゃないかななんていうふうにも考えております。皆様ご対応の中ですね、本日ご参画いただきまして本当にありがとうございました。でちょっと私の方 の、 不手際で時間を5分ほどオーバーしてしまいましたけれども、これで一旦終了と閉会とさせていただきたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。すみません、ありがとうございました。